さあ今日も日も本行ってみましょう長谷川学参議院の現職議員なんですけども CA に暴言を言いましたとえそしてね日刊現代が取材に行ったんですけども微笑んでしまったとそして秋元司元衆議院議員実刑判決今日出ましたよね4年くらったんですけども選挙民にはやはり微笑んでしまうということでございますまずは最初なんですけども簡単にねことの顛末まだ、ね、知らない人に言いますとこの吉幾三さんなんですが自分のチャンネルにおきましていや飛行機に乗りましたらねもうとんでもない大変な国会議員がいた 本当に腹立ったということで最初は武士の情けで名前言わなかったんですよところがその YouTube を見ていた現職の CA とおぼしき方からこのような手紙が吉さんに入りましたということでここに名前がボーンと出てるんですね真ん中に長谷川学とでこれを吉さんがまあちょっと考えた結果ですねよしもうこれはもう公表しようとということでボーンと YouTube で出しましたこれすごいことを後ろに書いてあるんですよその内容が自分勝手でわがままな問題あるとで枕は2つ用意する到着が遅れる時は早めにお知らせするのは 多岐に渡るととにかく現場がえらい目に遭ってるんですけども非常に高圧的な言い方をされます到着,が到着がね遅れることに関しては特になんですけども鬼の首を取ったような言い方でクレームをされますということなんですねで問題はこの一件をこうねヨさんがボーンと言ったと翌日長谷川さんはいブログでねこういう反論を開始しましたところがですね何がおかしいって言って昨日の吉さんの配信について私の意見を述べますならわかるんですけども一切吉さんのよ の字も出さずにいきなり航空政策の話それと飛行機の遅延についての考え方ともうこの辺がね、感覚がずれているとしか言いようがないんですよね、でここね、中身はいろいろあったんですけども、この最後がこれね、もうすべてを今回の事件、物語っています、最後に昨年秋にお会いした記憶に残る客室乗務員の方のご対応について申し上げますと、中、ようやくしますね、どうもね、東京から地方空港に飛んでったらしいんですけども、着陸寸前にもう大荒れの天気と、でタッチアンドゴーしちゃったんです。でその そのあと、実はね、この人が座っている、この議員ですよ、座っているすぐ近くに座っていたこの CA さんが、これ、非常に大きな声で、ですね、えー、これがの乗客の皆さんにね、揺れても安心ですと、まあ、それは普通よくやること、ところがその次に、機長に対して、この中のいわゆる電話ですよね、えー、今後の状況、正しい着陸の状況、どうなるかということを、いち早くお知らせくださいと、ということに機長に非常に大きな声で、しかもね、かなり強い態度で、ね、張りのある声で言っていると。で それを見たこの長谷川さんはうん素晴らしいとね、乗客に現在の状況を伝えるように機長に強く迫っているとあんたの態度は素晴らしいいやいい、e、CA さんに会いましたなんてことを書いてるんですがおいおいとあなた言って何勘違いしてるんだとこの CA さんの気持ちになってくださいあのね長谷川さんあなたはもう完全にブラックリストに乗っておりましてこの飛行機会社これ、ね、航空会社からははい今回のフライトはあの人が乗ってるから要注意だってことでマークされてるんですで CA の皆さんもう,うわまたあの人が乗ってるんだってことだってことで いやだなと思ってましたでそしてこの人というのはとにかく飛行機が遅れることに関してはもう鬼の首を取ったように、ね、クレームを入れるわけですから今回はこういう形でタッチアドゴーで遅延が発生するでしょうそして、えー、この、ね、長谷川さんにちゃんと説明をしないとまた嫌な思いをするものですからだから必死になって大慌てでこれ機長で確認したんですしかもねこれ長谷川さんがどこに座ってるかってことは分かってるはずですからこの長谷川さんに聞こえるように私は今こうやって頑張ってね早くねこの遅延の状況 を確認して本当の実態を知らせようと思って一生懸命やっておりますということをもうね怒られるのが嫌なもんですからもうやむにやまれずこういう対応してるはずなんですよみんなあなたのせいなんです分かってますね長谷川さんですよでね私が長谷川さんに思うのはこういう気持ちで CA がああこうね張りのある声で聞き迫る状況で聞いてるのをようやっとるなと 違うんですよ。あなたに対して聞こえるようにわざとやってるんです。で、それに気づかないんですよね、この人っていうのはね。いや、そのぐらいの感性を持ってる人は国会議員をやってる話になりません、ね。まあ、でもいろいろ発言していくそうですね、今後もね。はい。それで、日韓現代が今回のことを取り上げまして、この長谷川先生でございますね、えー、なんかコメントを取りに行ったらしいんですね。で、なんかいろいろありました。で、長谷川氏は参院の地方創生なんたらなんたらの委員長を務めていると。で、その後ろにね、長谷川先生ですかと言って名刺を日韓現代 現代の記者が渡しましまたら、ああ、こんにちは、質問あどうぞどうぞと気味が悪いほどのありそうの良さと直撃を予見し大閉さを隠しているようにも見えたということなんですよ。まあこのね大閉さを隠しているようにも見えたっていうのはまあこれは日韓現代の記者がね鉛筆なめなめねちょっと面白く書いてやるかっていうまあまあそのあれもあったかもしれませんけどもはい、そしてここ手紙にはね「枕は2つ」と書いてありますけども私はこの3年間枕なんで頼んだことないんですよと気いて 基本的に飛行機の中で寝ませんのでと書いてありますけれどもこれね おかしいですよこれおそらくね3年間枕た、えー、なんて頼んだことはないですよこれ本当かもしれませんただねこれが本当だとしたら3年よりも前にすでにこの長谷川さんに対しましては枕は黙っていても2つ出さなくちゃダメだってマニュアルが完成していたんですだからこの3年間長谷川さんは確かに CA に対して枕くれとは、ね、言ってないと思うんですよねところが「はい長谷川様はい枕2つご用意しました」と「おお2つかよしよしと」と、うん「よく気が利くの」と「お前俺の言っても希望とかな」 こう意図分かってるじゃないかと。ということのような気がしてならないんですね。でこのタイプってよくいるじゃないですか。常連とお式しき喫茶店とかねどっかに行ってねまあコンビニでもいいですよ。おいつものタバコを頼むの時ねおいつものあれちょうだいとか言ってコンビニの店員がね例えば新しく新人だったとしましょうすると分からないんですよ。いつものくれと言われても何ですかいつものじゃ分かりませんって言うと「この野郎俺はこのコンビニに毎日来てるんだぞ」と「なんでそんなことも分かんねいんだ店長呼べ」このパターンですよ。 もういい加減に生徒い,たいでしょでねこういうことする人間って恥ずかしくないなんて恥ずかしいって感覚ないんでしょうねなぜかというとこういう形で高圧的に CA なんかをいじめて喜んでるのははから見たら超かっこ悪いわけなんですよこんなかっこ悪い男っていないでしょそれがこの人分かってません例えば石原慎太郎さんだったらどうでしょうね本当に急ぎがないの用があったとしてね飛行機遅れたとしましょうだけど CA に行ってもしょうがないでしょだから CA に話を聞くかもしれないんだけどもいや君たちも大変だね 僕みたいな客に「ああ言われるだろう」と「<laughs> まあ頑張ってくれや」。 とかやっぱかっこいいこと言うでしょう石原さんだったらねところが CA のこれ女性だと思うんですけども高圧的に出てなんだこの野郎とか言って喜んでいるとで枕の件は私は今言ったようにねこういうことがね実情じゃないかと思いますけどもね皆さんどうやって推測しますかはいこちらの方今これにっこりしたところこうやって写真で収めてますけどもまあまあね話にならないんでしょうそらく今頃ねこの CA の皆さんっていうのは心の中でみんなガッツポーズだと思いますよよし行幾三さんよく言ってくれた だともうよし行くぞさん。 完全にヒーローになっているでしょうね。はい。ここにいろいろ書いてありますけども、まあ、これもひどいですよね。はい。下から2行目、見ておください。あなたのアナウンスは違うよ。こういうことやっちゃだめだよ。ということは、念を押しながら言いましたけどね。と、念を押しながら言ったと。これで、なんかにわしてますね。この方というのはね。はい。議員バッジをつけた男に、あれはだめ、これはだめと、突っ込まれた知恵がどう感じるか想像もつかないだろうと。話にならないということで、日韓現代、締めくくっております。えー、そしてね、えー、これ、くしくもなんですけども、4月1日から、 笠原対策をなんか福岡県がやるみたいですね。はい、こういう形で4月からね相当ね、これ変わってきます。まさに笠原の話があテレビなんかにも相当出てる時期、この時期に国会議員があれです。情けないとしか言いようがございません。さあ次行ってみましょう。今度はこの秋元さんなんですけども。 この人がまた話にならならいですよねそらね、まあ、よくぞ今回立候補したと思うんですけどもはい、えー、皆さんご存知のように日清も実刑判決4年がおりましたねあそういえばね、えー、この秋元さんというのはあの常年司さんと非常にこう親密な関係にありましてね常年司さんが中央大学の4年生の時にこの秋元さんが大東文化大学の1年生ということでまあ接点がどうもあったらしいんですよねはいそんなこの秋元さんなんですけどもまあねよくまあ出馬する気になるなと思うんですけどもえー、とこんなことも書 ありましたよね保釈中の20年のこの6月にね元顧問に対してこれ承認買収ということで3500万円の提供を持ちかけたとね私に有利のようにこの証言をねちょっとこういうふうに変えてくれよととんでもないですよねでこれによってね、えー、結局あの保釈金没収されてまた収監されたということがありましたそれでもね驚くべきはねその保釈保証金確か3000万円なんですよすごいでしょそして収監されてから今度は7000万円払って出てきたって言うんですだからね億単位の金がねガン 出てくるんで、すよ。で、今回また立候補してるでしょ金がいっぱいかかるでしょおかしいと思いません一体どっからこんな金が出てくるんですかそもそもそれがおかしいんですよね。えー、ですから,ですから、ね、私ね、もうこの人は全く信用しておりません。えー、で、これ、秋元さん。 私自身が正常化したいと、今回の衆院補選に出馬飛行の表明の時こんなこと言ってるんです。上にね、えー、ほら、今、秋元さん映ってますけども、後ろにね、常に前へと書いてあります。いやいや、確かにその辺のね、えー、この、ね、前に行くというその気持ちは大したもんです。やっぱり政治家さん、普通の神経じゃないんでしょうね、えー。下見てもそうでしょう。失われた政治への信頼を取り戻すため、混乱の発端となった私自身が正常化したいと述べたと。そんなことしなくて結構でございます。ははいここには今回のね、ま、だのね一見 ちょっと書いてあるんですけども、そしてこうしてね、にっこりとこの選挙から,から身を乗り出しまして、改めて無罪を主張しました、私は、ね、一切関わっておりませんと、そのことは後半でしっかりと証明させていただきたい。 こここういういいとをのたままっておるこれ秋元さんんででございますす、ね、最後なんですけどねその後は自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件に言及してねあれは明らかに法律違反だと国民を裏切ってしまったことは申し訳ない、えー、私ね誰もが納得しないと思うからけじめをつけさせていただくみたいなけじめをね組織でつけないといけないんだ <laughs> と言って責任を追及したっていうんですがさすがにちょっとねこれインパクトなさすぎますよね、まあ、と言いましてもね今回の一件というのはまあ最高裁までまだ行っておりませんだからどうなるか分かりません。でもね秋元さんがなんで、ね こ、ね、こんなとこで立候補してくるのか目がないと思うんですけども土地狂ったのかそれとも何か裏の意図があるのか私にはまだよくわからないんですけどもこれもね秋元さんの動き東京第15区なんですがこちらも私ねしっかりと監視して何か面白いねこういう動きとかね情報があったらまた上げたいと思いますねさあ今日の動画が良かったと思う方いいねボタンそしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは